藤原氏一無能な男。どうも、大河ドラマは三周する男、侍くんです。今回のテーマは藤原の道綱です。藤原氏といえば、藤原の兼家をはじめ貪欲なまでに地位や名誉を求めていたイメージがありますよね。ですが、そんな藤原氏の中で道綱は異色の存在だったと言えるでしょう。道綱とはどんな人物だったのか、彼の人生を紐解いていきましょう。第1幕、道綱とは。藤原の道綱は天暦9年に生まれました。父は藤原の兼家、母は藤原の智康の娘です。兄弟には藤原の道隆や道長などがいましたが、道綱は彼らとは違う異母兄弟。出世も兄たちより遅く、弟の道長にすら先を越されてしまいます。冷泉天皇から御一条天皇まで6人の天皇に仕えましたが、最後まで大臣になることはできませんでした。父や兄弟たちのような政治の才能はあまり恵まれなかったようです。また母の書いた陽炎日記に、兼家がなかなか通ってきてくれないと業を煮やす様子が書かれています。さらに日記には、思い詰めてとうとう出家すると言い出した時、母上が尼になられるのなら私もそうになりましょうと道綱に泣きながら訴えられたとあります。彼にとって政治よりも家庭の問題の方が大変だったのかもしれません。出世については、自身の実力というより兼家と道長のおかげでなんとか昇進できたという感じで、競争相手の藤原の実助に無能と吐き捨てられてしまいます。次はその評価の理由と道綱がどんな性格だったのかをご紹介していきましょう。第2幕、なぜ無能と呼ばれたのか。道綱が初めて宮中に上がったのは安和2年。円雄天皇の即位に伴い、わらわ天上人になりました。わらわ天上とは、元服前の貴族の子弟が見習いのために昇殿を許され、側近に奉仕することです。その後、天禄元年に従五位下、天延2年に馬之助。ここまでは順調でしたが、かねてから兼家と昇進をめぐって争っていた関白藤原の兼道が病で命の瀬戸際に立たされます。兼道と兼家は兄弟なのですが、兼家は病気の兄を見舞うどころか、天皇のもとへ行き、次の関白はぜひ自分をとお願いに行く始末。これに兼道は激怒し、兼家を降格させてしまいました。兼家はある意味自業自得なのですが、道綱も土佐権の神へ左遷されてしまいます。ほどなくして兼道が亡くなり、兼家と道綱は復権しました。陽炎日記によると、道綱はおとなしすぎるおっとりとした性格だったそうです。父のとばっちりを受けて、何やってくれてるんだと怒るのが普通ですが、道綱は仕方がないなぁくらいにしか思っていなかったのかもしれませんね。さて、朝廷は永寛2年に円雄天皇から崋山天皇へと変わります。崋那2年、宮中で歌合わせが行われ、道綱は道長と共に出席しました。道綱もこのような歌を提出します。都人寝で待つラメやほととぎす、今ぞ山辺を泣きてすぐなる。都の人は寝ずに待っているのだろうか。ほととぎすは、今まさに山辺を泣きながら過ぎていくようだという意味の歌です。この歌ですが、実は母が代わりに読んだという説と、母の読んだ屏風歌を転用したという説があります。屏風歌というのは、屏風に書かれた絵を主題に読んだ歌のことです。道綱自身が読んだ歌が後に歌集に選ばれており、泉式部にも哀れを知る人、つまり人の心を打つ歌を作れる人と評されており、好感を持たれていたよう。
歌の才能がなかったのではなく、歌合わせの時はたまたま良い歌が浮かばなかったのかもしれませんね。話は変わりますが、この年には密室なも関わった大事件、火山天皇が出家し一条天皇に上位した神奈の変が起こります。火山天皇が寵愛していた女房藤原よし子がお腹に火山天皇の子を宿したまま急死してしまったことが発端でした。嘆き悲しんだ火山天皇は彼女の菩提を伴うために出家すると言い出します。しかし彼は常日頃から場所をわきまえずに女性に手を出したり、即位時に冠が重いと脱ぎ捨てたりと気候が絶えない人でした。そのため今回の出家も言っただけで本気ではないと多くの人が思っている中、これをチャンスと捉えた兼家は息子の藤原道兼に火山天皇を寺へ連れて行かせます。その間兼家に命じられ、道綱は三種の神器を泰仁親王、後の一条天皇がいる行家社へ運び出し、内裏の門を封鎖しました。その後火山天皇の出家を見届けた道兼が家に報告するなどと言って兼家のもとへ帰還し、そこで火山天皇は騙されたことに気がつきます。ですがすでに出家してしまったので仕方なく上位を承諾し、こうして兼家の計画はまんまと成功を収めたのです。三種の神器を持ち出した道綱たちは誰にも気づかれなかったそう。入念に計画を立て人払いをしていたのでしょうね。こうして時代は一条天皇へと移り、兼家は摂政へと昇進、道綱も五位のクロードになり、同年中には樹脂以下右近への中将へ、さらに翌年の神奈三年には樹三味へと出世し公卿となりました。公卿というのは樹三味以上の身分を持つ貴族のことを言います。兼家の力添えもありトントン拍子に出世したように見えますが、弟の道長は一足先に樹三味へと昇進しており、先を越されてしまいました。道綱の母は正妻ではなかったので、その影響もあったのではないでしょうか。永宗2年、道綱は小三味へと昇進、兼家は関白になりますが、間もなく病を理由に辞職して出家、その後すぐに亡くなってしまいます。道隆が後を継いで摂政となり、他の兄弟たちもさらに出世していく中、ここでも道綱は小福の息子というのが影響し、三味中将止まりで四位以上の中から優秀な者だけが選ばれる三位にもなれませんでした。他の兄弟たちに一歩遅れていますが、省略2年に三位になります。翌年には再び歌合わせに参加していますが、道綱と母のどちらかが歌を詠んだのかはっきりしていません。聖徳元年には道隆と道兼が亡くなり、道長が内乱となります。翌年に藤原惟幾が火山法王を襲った聖徳の変を利用し権力の掌握に成功します。惟幾は道隆の息子ですが、道長にとっては関白の座を争う間柄で、彼が起こした事件は道長にとってラッキーな出来事だったでしょう。そんな道長の後押しで道綱はさらなる昇進を遂げます。中納言右近衛大将を兼任した後、聖徳三年には大納言に。これに不満を訴えたのが藤原実助です。40代にもなって自分の名前に使われている漢字しか読めないやつ、才覚が乏しいなどと痛烈に批判し、道綱を無能扱いしています。実助は後に重要な歴史的資料となる小遊記を執筆したり、古来からのしきたりを熱心に研究するなど賢人として知られていました。そんな人を差し置いて道綱は大納言まで出世したので、道長の牽制がいかに強かったのかわかりますね。弟の力で出世するのもなんだか情けない気もしますが、大納言の次に目指すのは大臣です。道綱は長保2年に従二位、翌年には小二位になり、
大臣になれる地位になりましたが、左大臣、右大臣、内大臣の座は全て埋まっていました。しかも左大臣は道長なので、ますます道綱の出る幕はありません。さらに御一条天皇が即位した後は、道長の息子藤原の頼通が摂政内大臣となり、左大臣、右大臣には藤原の秋光、藤原の金末が就任することに。結局道綱は大臣になることはできませんでした。第3幕、母の方が有名人。道綱は藤原氏の中で最も栄えた藤原北家に生まれながら、重複の息子ということもあり、出世は他の兄弟たちよりも遅くなってしまいました。兼家や道長のように娘を天皇に嫁がせて外祖父の地位を狙ったりというような、何が何でも頂点に立ってやろうという意気込みが感じられず、正直地味ですよね。どちらかというと母親の方が知名度が高かったのではないでしょうか。というのも、道綱の母親は現代でも読み継がれている陽炎日記の作者になります。陽炎日記は天暦8年から天延2年の出来事を書いたもので、上中下の3巻で構成されています。また陽炎日記は女流日記の先駆けとも言われ、源氏物語などにも影響を与えた作品です。内容については兼家に熱心に口説かれて結婚したものの、正妻にはなれなかった上、他の愛称のもとへ通うようになってしまった彼に対する悲しみや嫉妬、母を亡くした悲しみのあまり、道綱を連れて山にこもる様子や、道綱が宮中での弓試合で負けそうになっていた自分を引き分けに導いたことなどが綴られています。道綱の成長も描かれていますが、兼家の話が多く書かれています。そのため彼に対する恨み事の日記とする説がある一方で、兼家の歌も多く収められていることから、彼の協力を得ていた宣伝目的の日記という説もあります。収められている和歌は261首あり、嘆きつつ一人ぬる世の悪魔はいかに久しきものとかは知るという和歌は100人一首にも選ばれています。嘆きながら一人で孤独に寝ている夜が明けるまでの時間がどれだけ長いかご存知でしょうか。ご存知ないでしょうね。朝まで待っても通ってきてくれない兼家に対する悲しみが込められていますね。道綱の母は平安時代末期に藤原の憲兼が定めた中古36歌仙にも選ばれており、歌の名手だったようです。第4幕、道綱の家族と最後。実力派の父と陽炎日記で有名な母を持ちながら、道綱は藤原北家の中で最も目立たない人物だったと言っても過言ではありません。そんな道綱の妻はどんな人だったのか、どんな最後を迎えたのかをご紹介しましょう。道綱の妻は道長の妻、源知子の妹となります。平安時代に書かれた歴史物語、映画物語によると、道長と知子が道綱に勧めたようです。結婚の時期は分かっていませんが、道綱の前妻が長徳4年に亡くなっており、喪が明けた後に知子の妹と結婚したのではと考えられています。後に道長の養子となる藤原の兼常が生まれますが、知子の妹は出産後に亡くなってしまいました。道綱の子は他にも僧となり火山法王と親しかった道明や紫式部と共に中宮晶子に仕えた藤原の豊子がいます。豊子は宮中では最小の君と呼ばれ、紫式部日記にもたびたび登場し、歌の名手で同じく晶子に仕えていた赤染右衛門とも交流があったとか。道綱自身はあまりうだつが上がりませんでしたが、子供たちはそれぞれ活躍していたようですね。そんな道綱は寛仁4年に病にかかり出家します。
すでに重篤な状態で道長がお見舞いに来てくれましたが、同年に逝去。66年の人生でした。道綱の人生についてご紹介しました。父や兄弟たちは権力闘争に明け暮れましたが、道綱は羊やおとなしい性格もあってか、なかなか出世できず、結局大臣にはなれませんでしたね。実助に無能とこき下ろされながらも、なんとか大納言にまで出世できたのは道長の力が大きいでしょう。道綱がどの程度の才能を持っているかは道長もよく分かっていたと思います。それでも道綱を押し上げたのは家族だという以前に、道綱との間柄が良好だったのでしょう。両親の不仲に悩まされた時期もあったでしょうが、概ね平和な人生だったのではないでしょうか。今回の動画が面白かったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。